ノルトベストファーレン州ビーレフェルトにあるスケートパークスケートパークとは、主にスケートボード、アグレッシブインラインスケート、フリースタイル BMX 向けに作られた運動施設。舗装面にジャンプ台等の構造物が設置されている。元々のスケートパークはおわ型のくぼみを組み合わせたコースであり、パークスタイルと呼ばれる競技種目はそのコースに限定され行われる。 スケートパークによっては、ストリートスタイルやフラットランドなどの種目に対応した設備も備えている。施設の略称を呼び、競技種目として単にパークとも呼ばれる。スケートボーダー向けにハーフパイプやボールを備えた施設が作られたことが始まり。やがてローラースケートや BMX にも使われるようになったが、施設によってはスケートボード専用であったり、 EMX の部品に条件を付けている場合もある。厳しい規定を持った施設以外では、キャスターボード、マウンテンボード、スネークボードなどのスケートボードアッシュや、フリーラインスケート、キックスケーター、マウンテンバイクなどでも利用されている。さらにユニサイクルやビールチェアを受け入れている施設もある。利用者の増加に伴って自治体による公園スケートパークも作られるようになっており、 利用料がかからないものも多い。徹底の度合いはまちまちだが、ほとんどの施設ではヘルメットやニーパッド、エルボーパッドの着用が義務付けられている。オレゴン州ポートランドにあるコンクリートスケートパーク鉄や木で作られたセクションを設置する代わりに、セクション全体がコンクリートで作られており、局面を駆使した設計が可能。完成後のセクション変更は困難だが、 耐久性が高く、公共スケートパークに多く見られる。ありがとうございます。